ジナイダ・グレチャヌイは、モルドバの政治家である。2008年3月31日より、同国の首相に就任し、モルドバ初の女性首相となった。現在は、モルドバ共和国社会党に所属している。両親は、エホバの承認のメンバーであったことから、モルドバ北端のブリチェニーケンコチュゼニ村からシベリアへ1951年に追放された。その間に、彼らは、 娘のグレチャヌイを生んだ。後に彼女と両親は1968年に同村へ戻った。グレチャヌイ自身は母方の祖母の信仰する聖教会で洗礼を受けた。そして彼女はキシナウにある金融経済専門学校とモルドバ州立大学を卒業した。彼女は2000年から2001年まで財務担当の副大臣を2001年から2002年まで 財務担当の第一副大臣を務めた。その後2002年から2005年まで増床を、2005年から2008年まで第一副首相を務めた。2009年以降は国会議員である。2009年4月の総選挙に引き続いて、同年5月から7月にかけて行われた大統領選挙では共産党の候補者となった。モルドバの大統領は議会により選出され、 101議席中61議席の賛成を要するが、共産党は60議席しか保有していなかった。野党は3回にわたって、大統領選挙をボイコットしたため、選挙は成立せずに、議会は再び解散となり、大統領にはなれなかった。その2年後の2011年11月には、共産党を離党し、モルドバ共和国社会党へ入党している。 2016年10月30日に20年不利となる直接選挙による大統領選が実施され、この選挙で社会党のイゴル・ドドンが当格する。これによりドドンが国内法の規定に基づく形で当時務めていた同党の議長を辞職したことから、彼女は同党の暫定党首に選出された。後に同党議長として正式に就任、結婚しており、 二人の子供がいる。ありがとうございます。